初めましての方は初めまして、インターンシップ生のモテリ六郎です。1回につき1タイトル、自分が遊んだ計5つの任天堂スイッチのおすすめインディーゲームを紹介しています。第3回目の本日紹介するゲームは、2019年の3月に配信開始されたなめなめヤギシミュレーションゲーム、その名もゴートシミュレーターです。このゲームはもともと社内のプログラマーの訓練のために開催した社内のゲームジャムセッションで生まれた作品が、 YouTube にトレーラーを載せたところ、どういうわけだか話題沸騰、リリースを望む声が多数寄せられたので、急遽 Steam で販売開始されたというかなり異色のゲームなのです。プレイヤーはヤギを操作していろいろなおふざけができます。ノーマルヤギの基本アクションはダッシュとジャンプ、頭突き、そしてなめなめと割と少なめですが、このシンプルなアクションだけでもだいぶいろんなことができます。もちろんそれだけでなく、ゲームを進めるとミューテーターがアンロックされて、ヤギの見た目や能力をカスタマイズできるようになります。このミューテーターのバリエーションがとても多く、どれもこれもがユニークな能力ばかりです。代表的なものを挙げると、2段ジャンプができるようになるダブルジャンプ、ラグドール状態のヤギを振らせられるクイーンヤギ、なめなめしてる物体を卵や爆弾に変えられるようになるヨッシャーヤギ、ダチョウになることができるスピーディーヤギなどがあります。ミューテーターは複数重ねがけることもできるので、自分だけの最高のオリジナルカスタマイズヤギを作ってみるのもいいかもしれませんね。またこのゲームには5つのモードがあります。順に紹介すると、通常モードのゴートビレット、ゴートシティボーイ、オフライン対応 MMORPG、 ゴート MMO シミュレーター、近未来の宇宙ステーションで暴れ回れるゴートウエストオブスペースシミュレーター、4匹のならず者を切り替えていたずらしまくれるゴートシミュレーターペイデイ、ゾンビヤギになってサバイバルするゴート Z、 どれもこれも悪ふざけの極致とかしか言いようがない癖の強いゲームモードです。難しいことを考えずにグダグダゲームを遊びたい人や、ヤギが頭突きで車を爆破するようなゲームを遊びたい人は、ぜひゴートシミュレーターを遊んでみてください。今回の動画はここで終わりではありません。今回からは自分がまだ遊んでないけどとても興味があるスイッチのゲーム、題してモテギの買いたいものリストを最後にいくつか紹介していきたいと思います。本日紹介するのは、ロックの力で天下を取るノーストレートロードと、ゴートシミュレーターのようなバカバカしさが溢れるシーフードファイトゲーム、カニの喧嘩ファイトクラブの2本です。ノーストレートロードは2020年8月に配信された 3D リズムアクションゲーム、3人プレイにも対応しています。主人公はインディーバンドグループバンクヘッドジャンクションのメーデーとズーク、舞台は EDM 至上主義の巨大帝国 NSR に支配されているビニールシティ。メーデーたちはビニールシティにロックを広めるため NSR の幹部 DJ たちと戦っていくのです。中身は割とオーソドックスな 3D アクションゲームですが、BGM に合わせて敵の攻撃を避けたり敵の攻撃を跳ね返したりと、リズム要素もかなり強いです。いかにもアメコミなグラフィックも大変自分好み、ローカライズも違和感なく、なんと全編フルボイスと超豪華なゲームです。お次はシーフード対戦ゲーム、カニの喧嘩。両手のハサミ、剣やドリル、拳銃、鎖鎌などの様々な武器を装備し、相手を攻撃してひっくり返すというのが大体のゲームの流れです。もう一目見ただけで面白そうな感じがすごいんですよ。この2本は就職が決まったら絶対に買いたいです。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねをお願いします。